人工芝で水をまいてですね、そうするとほぼ雪と同じ感じでジャンプが飛べます。雪ですとやはり怪我をする時っていうのはスキーが雪に刺さるんですね。それで負荷がかかって怪我をするんですけども、まあこの人工芝っていうのはスキーが刺さらないので、まあ怪我をしたとしても、まあ擦り傷程度なんですよね。だから安全に練習ができます。やっぱり空中は大きな台になったらやっぱり距離行った時全然違うので、本当風をすごい感じるっていうか、それがすごい楽しいんで。